というのはただ単に足を前に出して大股で歩くというだけではちょっと難しいんですね。であまり大きく足を前に出しすぎてしまうと今度膝の曲げ伸ばしの屈曲が強くなってしまって、まあ、膝にも良くないということになりますから骨盤を使うということが重要です。人間というのは人間の体は骨盤の両端に足がついてますから骨がこの、まあ、関節の部分ですね骨がついている位置が幅があるんですね。20センチぐらい幅があります。なのでこの幅を利用して歩幅を広げようというのが、まあ、歩幅の広げ方の基本だと思います。これを図で示すと上から見ると、まあ、こちら側に進むとしてこれは骨盤です。で骨盤がちょっとでもこの黄色のようにひねれてくるとその分足が前に出てまた後ろにも残りますからこの骨盤がちょっとひねれただけ足を歩幅を広げる。そうするとそれが3センチから5センチぐらいの歩幅で十分になりますから3センチから5センチちょっと歩幅を広げるっていうイメージは骨盤を斜めに動かしただけでできます。歩幅を広げるときで一番間違いやすいのが重心よりも前で足をついてしまうことです。重心よりも前で足をついてしまうとそれがブレーキになってしまって大きく歩幅を広げれば広げるほど次の一歩で膝を曲げることになって前に出ることになりますから背が小さくなるんです。だからこう入って膝を曲げて一歩膝を曲げて一歩でこういう大型歩行になってしまって膝を痛めやすいんですね。なので基本はこの骨盤の幅だけ3センチから5センチくらい歩幅を広げればウォーキングは十分なんです。でこう来て普通に気をつけをして骨盤が横にひねれなければどんどん背は低くなります。だけどもそれだけ骨盤がちょっとひねれてくれば身長は高くなりますから歩くときに骨盤をちょっとひねる感じここからちょっとひねる感じでちょっとひねる感じで進めていくっていうのが歩幅を広げるためのポイントです。でそれでは骨盤を動かすのにどうしたらいいかって考えて一番簡単なのが腕を振るということです。腕を前後方向に振ることによって自然に骨盤は動いてきます。前後方向で特に腕を後方に振ると骨盤は動き後ろに前後にひねりやすいのでちょっと後ろの方の振るイメージを大きくしてそれで歩くようにすると自然にこの骨盤の動きが引き出されます。歩幅を広げようとして10センチも15センチも広げようというのではなくてもう3センチとか4センチとかほんのわずか広げれば十分だと思います。骨盤をひねるためには腕振りがとても大事です。前3後ろ7の割合でちょっと後ろに振るような感じに振ると骨盤が自然にひねられてきますからこれを利用しましょう。でポイントは前さん後ろ7で大きく後ろに振るような意識を持つことによってちょっとこう加速度がついた振り方になるんですね。そうすると骨盤がヒュッとちょっと動いてきますからこれを使って歩きます。今日はアッピーと一緒にウォーキングを学んできましたけども皆さん分かりましたか？はーい、はい、ありがとうございました。